何か、他の方で発言されたいと。はい。北海道大学のクラスで来年なんか国内でやらなきゃいけないんで、シンポジウムどうしようと思ってるんですけども、でもですね、ちょっとソラにも言っちゃうとですね、なんか応用哲学会って作ってしまったんですけども、だから茂木さんの話を聞いてる作るべきとは実は応用哲学会じゃなくって、実は純粋哲学会を作るべきだったんじゃないかという意見、実はしないこともないですよ。やっぱり茂木さんの問題提起を受けてると、なんか応用哲学だとか応用倫理学だとか、そういうぬるいことやってちゃダメで、やっぱりなんかもうちょっとこう自由したらなんぜやとか、あるいはこう偶然性とは何ぜやっていうことは、もうなんかもうぶっ倒れるぐらいのこうじりじりとこうやると。むしろなんかひょっとして日本の哲学に必要だったらそっちの方であって、なんか応用哲学ではなかったのではないのかなって思っちゃってるんですよ。でもはっきり言っちゃいますけど、でどうでしたね、この後で伊沢さんでも鳥山さんでも森岡さんでもいいんですけど、ちょっとお答えいただければと思うんですけども。はい。私、そういう期待をその外から持たれるのは別に構わないんですけども、そのだから、でも森さんが出された問題の多くはですね、その要するにだから哲学者はずっとやってきてて、もう定石もかなり出来上がっちゃって、特に自由史の問題なんかそうですけれども、それこそ本当にもういろいろもっと考えるといいかもしれませんけれども、もう随分やった結果、なんだかよくわからないコンパティビリズムをなんかぐちゃぐちゃいじってるというのが、例えば自由意志に関しては現在の状態ですし、公野も散々いろんな人が議論して、やっぱりハードプロブレムですねという感じで、その先に進めないと。で、それが天才が出てきたら何かなるのかというと、私は実はそれは割と悲観的で、天才が出てきて何かものすごいブレイクスルーができるような、ものではないんじゃないかなと。で、哲学っていうのは割とだから、そういうところで、もう答えは出ないのは、なんとか見えてるけれども、まだまだやりますよという感じでやってるんじゃないかなという気がするんですよ。で、そういう意味では、だから、だから外からそういう期待を持たれるのはわかりますし、なんというか、それこそだから、茂木さんの問題解説について、理解してしないと、それだから茂木さんとお話はできないだろうというのはわかるんですが、でも、それに応えようと哲学者がするのが生産的かというと、私は大変非生産的じゃないかなと、いうことで、だから、それに直接応えようとするんじゃなくて、ところで我々は今、その手元にこういうものがありますけれども、この中で使えるのはありますかね、いうのを、見せ合って、おそらくその、クオリアム問題上の脳科学のというのは、茂木さんが先ほどおっしゃってた、その、シア闘争の話なんか、私は非常に興味深く読ませていただいて、これは多分応用哲学というもののあり方の一つの結びなんじゃないかなという、そう読んで思ってたというのもあるんですけども、それって何というか、むしろやっぱり応用哲学だからこそ何というか一歩先に進む、脳科学と組み合わせるからこそクオリアの話がちょっと先に進むけれども、そうじゃなくって哲学者の中で哲学の問題としてクオリアの話いくらやったって、多分これ以上あんまりブレイクスルーは見えてこないというようなところなんじゃないかと思う。なので、黒田さんの問題提起にお答えするならば、私は期待は期待として受けたままって、ちゃんとコミュニケーションを取りつつ、私は応用哲学をやった方がいいんじゃないかというのが答えです。今の黒田さんのご質問にはです、私はね、さっきの自分が喋った中で、答えているつもりなんですけれども、つまり応用哲学というか、私の場合その世界とか、外にこうアカデミーの外にこう出ていって、問題現実からの中にまずその哲学的にどう捉えるかっていうふうに出ていきますよね。でそこで私は脳科学の方には行かなかったので そちらはまだよく分かりませんけども、いろんな現実や現場 の研究者や現場の人たちから問題を突きつけられるということが起きます。それで格闘するって起きますよね。それが息なんですよね。で、今度は今、私はこう帰ってくるわけでして、帰ってくるときにどうなるかというと、例えば私が一番いろいろやってきた生命倫理という領域で、あと結局、じゃあそもそも命とは何なのかっていうですね、生とは何か、死とは何かっていう問題をもらって帰ってきてるわけです、私は今ね。で、多分、だから私はもう一回こう今帰りで戻ってきて、哲学の組み替えだってことをさっきから言っていますけども、その時にハードプロブレムに、もう直接ぶつかるわけですよ。
生とは何か、死とは何か、命とは何かっていう問題にぶつかるわけで、これを多分やることはもういわゆる純粋哲学になると思うんです。ただ私の場合、純粋哲学の問題を引き受ける前に一旦応用的な場所で出たっていう、ね、でそこで必然的に何かにぶつかって、今度はまだ戻ってきて、多分これからハードなことを私やっていくと思いますけども、その生きと変えのプロセス全部が応用哲学であるし、哲学であるっていうふうに考えれば私はいいと思います。だからね、はい、こっちは応用哲学です、はい、こっちは純粋哲学って言って、さあどっちを選びますかって話ではなくて、やっぱりその哲学ということをしていく中でのやっぱり必然的なプロセスというものがきっとなんか研究者にはあるし、あるべきなんじゃないのかなという気がして、私はそうだったけど、それは皆さん一人一人がそういうどういうプロセスを踏むかというのはきっと違ってくるしというですので、私の目から見ると倉田さんのおっしゃった問いはそれほど大きな問題ではないと、うん、いうのは私からはそういうふうに見えます。